はい、もしもし。ここは酸素カプセルです。あの酸素カプセルの中にありますよ。すごいですね。面白いですよ。喋るか外に聞こえてたらちょっと気持ち悪い人になっちゃうんで喋りづらいんですけど、一体僕の声はこれ外に聞こえているんでしょうか。ちょっとそんな不安が募りながら今喋っています。また変なおっさんに勘違いされそうなんでね。気圧が少しずつ上がっています。